こんにちは、粟田洋介です。今日は私がコラボをするときに気をつけていること、私が思う理想のコラボ、コラボのメリットとその例外についてお話ししたいと思います。今回お話しする私の理想っていうのは、私の理想で、やって楽しくて見て楽しいっていう作品を作るための理想ですね。先日猫作家のドレミカンパニーさんと T シャツとトートバッグのコラボレーションをしました。動画はないんですけど、ちょっと画像があるのでご覧いただきたいと思います。先日行われたアニマルアート&グッズフェスタの会場にてコラボをしたんですが、コロナ禍なのでマスクをしています。でね、こんな感じのトートバッグと T シャツを描きました。それでこのトートバッグも T シャツも裏表描いたんですが、反対側はこんな感じに出来上がりました。裏も表も両者の個性が表現されていて、とってもコラボらしい良い作品になったと私は思います。でドレミカンパニーさん、このパンダとフクロウの素敵な絵を描いていただいたんですけど、私がふざけて鳥小屋にしてわけのわからない人物を付け加えたんですけど、ドレミカンパニーさんも彼女らしい葉っぱとか鳥とか付け加えて、私が描いた人物の絵に服なのか裸なのか分かんないけど模様を描いていただいて、なんかすごい2人の個性が出て楽しい作品になりました。これは T シャツの反対側なんですけど、ドレミカンパニーさんがパンダちゃんの絵を描いたんですが、私がまた檻にしてしまって、牢屋に入ってる人間とか処刑されている人なんか分かんないけどカニみたいなのを描いたり、なんかちょっとふざけ始めて、ドレミさんがこれに色を塗っていただいて、ドレミカンパニーさん色の感覚私と違うんですけど、素晴らしい色彩感覚です。あ、それでなんかツタみたいなのも描いていただいて、すごい全体的に両者の個性が同じくらいの割合で出て、すごいコラボって感じの面白い作品になったと思います。これはトートバッグなんですけど、夜のイメージにとドレミカンパニーさんがフクロウと木の絵を描いてきました。それで私の夜のイメージはこの月ですね。黄色い月はドレミカンパニーさんが色を塗って、そんで私はまたこの動物みたいのを付け足して、そんで木にツタみたいのも這わせました。これも両者の特色が出てとっても面白い作品になったと思います。ドレミカンパニーさんのウェブサイトアドレスは下の概要欄に記載しておきますので、興味のある方はぜひご覧ください。それでは私がコラボをするときに気をつけていることをお話ししたいと思います。気をつけていることは、相手の方と自分の表現を 50-50 にするということです。それで私が思う理想というのは、両者が良い形で個性を出しているということですね。なんかコラボをするって会話をすることにすごい似ていると思います。気をつけていることの一つで、私は相手の個性を塗りつぶさないようにしています。塗りつぶすっていうのは、例えばその相手の表現が、例えば絵を描く人同士だったら、その人が描いた部分ですね、そこはしっかり残すということです。例えばなんか絵が描いてあって着色してないとか、未完成な部分ですね、そこになんかちょっと描き足したり色を塗ったりすることがあるんですけど、そうすることによって相手が表現したイメージですね、その人のなんか作品というのが感じられる部分、イメージですね、雰囲気とか個性とか、そういうものは残しながら何か付け足すということですね。それをやる目安なんですけど、なんかそれも感覚的で、多分この人がこれをやられたら嫌だろうなっていう書き足し方とか塗り方はしないようにしています。それがちょっと目安ですね。人の個性も尊重しつつ、自分が表現したいことはしっかり出します。自分らしさを出し切るということですね。で、相手の発想とかがあって面白かった場合は、それに合わせてその発想で自分なりの表現を加えていくとかで、そこからまた新たな自分の発想を展開して相手につなげていただくみたいな、なんてパターンもよく使います。絵でコラボするときはどっちが先でもいいんですけど、描いたものを相手に渡して、でまた相手が付け足してまたもらって、でまた付け足して相手に渡して、なんかバトンをどんどん渡していくみたいな感じでするパターンが多いんですけど、
なんか自分で書いたときは、自分で先に書いて相手につなげるときは、相手の個性を出しやすいように、その余地を残してつなげていくみたいなこともちょっと心がけています。まあ結構、お互いにそうやってね、譲り合いつつも、遠慮しないで自分の個性も表現していく。お互いにですね、50-50 の表現をしていくというのが理想だと私は思っています。で、私が思っている 50-50 っていうのは何かっていうと、これもあくまで私の考えなんですけど、お互いがかけた時間が 50-50 っていうのは全く関係ないと思います。あとは、作品の絵だったらその面積っていうのも関係ないと思います。それは 50-50 じゃある必要はないですね。じゃあ何が 50-50 かっていうと、その作品から伝わるイメージとか雰囲気とか、そういうものが 50-50 っていうことですね。なぜなら、すぐ大きい面積使っちゃえば、もう、このぐらいの作品だったらもう大半、バーって面積占めて、すごいインパクトで、相手の個性とか存在とか消し去っちゃうことも、埋め尽くしちゃうってこともできるんですけど、なんかちっちゃいスペースを使って、すごい強烈なインパクトで、周りの大きなスペースを使ったとしても、なんかこの小さい、超インパクトなものの引き立て役でこれだけが目立ってしまうという場合もあります。なのでそういうだから量とか時間とかじゃなくて面積とか時間じゃなくてそのイメージですね、作品の描写の良さが伝わる、まあ 50-50 で必ずしもある必要はないんですけど、その良さが伝わればコラボの意味があるんじゃないかな、私は個人的にそう思います。でコラボのメリットですね、まあ、これ3つ挙げますけど、これ以外にもあるかもしれませんが、私が今思いつくことは、1つ目は楽しいですよね。2つ目が、相手からの刺激とか影響を受けられるってことですね。例えば相手の個性とか、発想ですとか、あと技術面ですね。あとは、まあ他にもいろいろあると思うんですけど、相手からの影響を、もう直接コラボですから、受けるって書きながら受けていくっていうメリットがあると思います。で3つ目、相手の影響とかというよりも自分の表現もしっかり出していく、相手の個性がある中で自分の個性も出していくということで、今まで気づかなかった自分の個性ですとか表現力、発想力が展開していって引き出させるとか、今まで忘れていたこととか封印していたこととか表現力が出てくるみたいな、そういう効果もあると思います。実際今回コラボしてて、なんかちょっと封印していたみたいな、自分のすごいふざけた部分が、なんかコラボレーションの会話ですから、ちょっとふざけてみたくなって、私はふざけた人間なので、ちょっとふざけてみたくなって、なんかちょっと緩くなって、ちょっと T シャツ描いてみたんですよ、その後に。で、こんな感じで、なんかね、これが、なんかね、自分で着ようと思ったんですけど、ちょっとサイズが合わなかったので、販売することにしますが、2体2が出てきてるのは家で、なんかね、ロビタンさんも出てきてるんですけど、なんか服が、お金がバーって踏み潰されて、踏み潰されてるみたいな、なんかね、どう撮っていただいてもいいんですけど、なんか家っていうのが生活があって、お金があって、で踏み潰されてみたいな、なんかそんなのを書いてみました。あとね、ちょっと自分で着れなかったもんですから自分で着れるようにちょっと大きいサイズのこれから着れる長袖サイズも書いてみたんですけど、なんかこれはね、なんか化学実験みたいな感じだけど、なんだろう、なんかわかんないんだけど、こうやってちょっとふざけたいですね。これは真面目に撮っていただいても結構ですけど、まあ T シャツだけに限らず他の絵画でも最近ほんとここ数何年か動物の絵とか猫の絵とかばっかりその方が販売したりとかっていうのの機会が多かったのでそうしてたんですけど、なんか私のふざけた部分なんか違う方面で広げていきたいなってすごい思ってるんですけど、ちょっと頑張らないといけないですね。その辺はちょっと話が逸れちゃってですね。でまあコラボをするときに気をつけてることとコラボのメリットっていうのを話しましたけど、最後に例外もあります、あるんじゃないかと思います。例えば販売戦略なのでこの人10この人90みたいな、その方が受けるんじゃないかとか、この作品の場合はそういう方がいいとか、他にもなんか 50-50 にしない理由がいくつもある
とは思います。なんですけど、今回お話したのは私がやって楽しい、見て楽しいみたいな意味での私の理想というお話で、50-50にしたいということでした。作風も全然違うドレーミーカンパニーさんと全然違う作風の方とコラボできたので、なんかすごい自分が出せて、なんか引き出させていただいて、そういうすごい面白かったです。今回私は基本一人が好きなんで、コラボをしょっちゅうしたいわけじゃないんですけど、たまにコラボするっていうのは楽しいですね。たまに人と会話したいみたいな感じなのかな、わかんないけどね。私は誰とでもコラボしたいってわけじゃなくて、大体先ほど言われたのもそうなんですけど、直接お話ししてて、人としてすごい気に入った時、気に入った人たち、そういう人とかとたまにコラボしてみたいなって思う時があります。その他の理由もあるかもしれないけど、ちょっと今思いつかないんで、まあいいとしましょうコラボたまにでいいです。たまにあるからいいんじゃないかなと思います。というわけでコラボのお話でした。コラボをしていただいたドレミカンパニーさん、ありがとうございました。それから最後までご視聴いただいた皆様、ありがとうございました。それではまた次回お目にかかりましょう。さよなら。